本当、極日小獣章。三河国吉田藩の藩位、豊田玄津吉の三男として生まれ、後同藩の安倍三景の養子となる。受学者を目指し監視を、小野古山に、橋本一斉に蘭学を学んだ後判明を受けて、江戸に上り、改正書教授、杉田玄瑞、穂住清志中島三郎介に蘭学を学んだ。1868年に鉄砲須の慶応義塾に、 入学するが、母親戦争に際して判明により規範し、各地に転戦。戦争後、再度入塾して、歴史解読、給理書素読などの科目教員を担当した。以来、慶応義塾読書院のメンバー、高順者役員、高順雑誌の編纂に関わる。1870年に、大乗官から、大学出資の命を受け、 大学南高教授を経て、文部省小教授から、編集ゴンスケ、六等出資となり、役所、就寝論が文部省の教科書に採用される。統計学を講給する、製表者の結成に参加し、麻区回復議長に選ばれる。1881年に、明治生命保険会社設立願いを、東京府に提出し、許可される。ついで、 東京商業会議所特別会員、東京倉庫取締役、第33国立銀行後引受人、火災保険会会務に就任。1893年に、文部省より高等商業学校商議員嘱託。1893年、伊藤内閣より、法典調査会査定員に任命、商法施向により、定管を改正する。 1897年の第二次、松方内閣でも、法典調査会員に任命され、保険法を起草した。1902年司法省より、破産管罪人を命じられ、1907年の西園寺内閣でも、法律取調委員となり、司法官僚としても活躍した。他、丸禅商社取締役、東京統計協会特別会員、 生命保険会社協会評議員会会長、日本優先会社監査役、官保反対同盟会組織会長、社団法人生命、保険会社協会初代理事会会長、東京会場保険会社取締役などを歴任した。4男の肖像が留学中に、園籍で混虫する。帰国した肖像が、明治生命に入社した、翌年の1916年。 会長職を退き、隠居状態となる。1919年、箱根の温泉で入浴中、積雪でガラスが砕ける事故があり、大体部を負傷。以後病床にあり、1924年10月、八金山校長の自宅で逝去去年76。オハイオ州立大学内の保健連動には、日本における保健普及の業績評価から、 安倍の肖像画が飾られている。ソーセージであった七男、英二と六オ、第六。ありがとうございます。